い、皆さんこんばんは。こんばんは、始まりました。賞味期限でございます。今年に入りまして、いろいろとイベント情報の発信やら、やってきましたけども、といってもまだ内容が決まってない状況のやつ出したんですが、昨日ですかね、ドキャハン行ってきまして、まあ、やれると思うんですけども、ちょっとリアルお化け屋敷を制作することになりまして、そのドキャハン行ってきました。撮影等々もやらせていただいて、今からストーリーの方も制作し、これから前向きに動いていくっていう形になりましたのこと、なりました。で、まあ実際のところですね、細かいことに関しては今、台本制作中でございますので、大きくは発表できませんが、年内じゃねえや、今月中に形が決まり、来月、再来月からはちょっと、発表していきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。さてさて、今回はですね、私がですね、いろんなショップの方行ってきたんですけども、まあ実際のところ去年の暮れにテレビ東京さんで放映された、ドラマというか、番組なんですが、孤独のグルメ、サラリーマンの方が、食事をしていくという、まあ実際にあるお店を、紹介していくっていう形のドラマなんですが、今回ですね、初の沖縄ロケでして、まあ、番組の中では以前東京にある沖縄料理店さんを紹介されてましたが、今回は初めて沖縄の方にまで来て、沖縄のお店を紹介していく形でした。まあ、実際ちょっと、4店舗ぐらい、いろいろ地域出てましたけども、今回読谷村にある、残波岬にある、残波パーラーさんの方に撮影がありまして、そちらの方も今回お邪魔させていただきました。そこでは主人公の方がコーヒーやらぜんざいを食べてましたが、私としてはハンバーガーを食べてきました。結構ですね、ボリーミーでなかなかいい感じの大きさのサイズのまあハンバーグを食べさせていただいたんですが、やはり雰囲気も良くてですね、景色も良くて、まあ灯台の公園内にあるので、まあ観光の方も結構いらっしゃいましたけども、やはり、涼しく、美味しくいただきました。で、ここは以前、BTS さん、韓国のアーティストさんたちがもう撮影があって、そこでも食事をされたみたいで、写真とかも貼られてましたね。で、まあ、それを目当てに来る、観光客の方も結構いらっしゃって、びっくりしたんですけども。まあ、それ以前にもいろいろなアーティストさんたちが、プロモーションで、来られて撮影していくということも結構あって、たんですけども、今回は、東京のテレビ東京さんの番組の撮影で、お邪魔させてもらってたらしく、そこをちょっと、まあ取材ではないんですけど、ちょっと食事をしてきました。で、もう一店舗はですね、宜野湾の普天間基地の58号線側から入る普天間基地側の地下にあるステーキハウス屋さんで、何ですかね、タコライスっていうか、タコスをいただいてるシーンがあるんですけども、私はそこでステーキを食べてきました。やはりかなりボリーミーで、なかなかいい感じの雰囲気のあるお店でして、こういうところもやっぱ紹介していければなと思って来ましたけども、やはりテレビで、紹介されるっていうか、番組で取り上げられるっていうお店っていうのは、やはり昔からあるお店も多いんですが、新しいお店もあって、沖縄特に、東京で流行ってるお店がそのまま沖縄に来たりとかするんですけども、今回はもうローカル一色で、もともと沖縄にあるものをいい感じで紹介してるって形でした。やはりですね、こういう感じの面白いところがたくさん紹介されていくと、私自身もなかなか面白いなと思ってるところでございます。で、かなり、金額的にもそんなに高くなく、いい感じのお店でしたので、ぜひ皆さんもお時間があったら、宜野湾の方と、あと、ゆみたんの方ですけども、今、紹介させていただいた店舗、足を運んでみてはいかがでしょうか。ですね、お化け屋敷の話が先ほどちょっと私の方から出させていただいたんですけども、数年前に一度、大きいリアルお化け屋敷を、やったことがあるんですが、その時がですね、2万5000人かな?ぐらい、来場者が夏休みの期間中あったんですけども、今回もそのぐらいの規模行ければなと思ってはいるんですが、実際のところ、そこまで行くかどうか、まあ、一日さばける人数も
300人いければななんですけども、イベントあるあるで、期間が長ければ長いほど、お客様が来られるのが大体イベントの終了間際の数週間なので、で、まあまあ、早めにスタートさせても前半はちょっとかなり厳しい状況が続くんですが、今回は、初の、南部の方で開催するということで、今準備してますが、規模もですね、かなり大きいエリアで、業者さん来週、再来週から立ち会いのもとで、まあ、どれぐらいの規模のやつができるかということをちょっと今図面書きながら準備してるんですが、まあそう言いましても、ね、リアルお化け屋敷なのでオーディションバイトの子たちをちょっと募集かけてオーディションやって、ちょっと軽いお芝居というか演技指導を入れてお化けをちょっと育成するという形になるんですが、まあ今回、タイトルもやっと昨日決まりまして、まあそれをベースにした、音楽の方の編集も始まりまして、まあナレーション撮りやら編集もかけながら今、基礎ベースを作ってる状況です。まあ沖縄で一番大きいエリアを使うお化け屋敷ということで今準備はしてるんですが、まあ先に、ゴールデンウィークに謎解きみたいな、イベントも今準備はしているところでもあるんですが、まあ先にちょっとお化け屋敷の方が時間かかるので、廃材とかも探しながらもちょっとリアルなやつを一本作ろうと思って今頑張っているところでございます。まあ、だいたいチューブとか、一昔までは、いろいろと、いろんなところでお化け屋敷開催されてましたが、去年は一箇所か二箇所ぐらいだったので、今回は、ちょっと、まあ、箇所はわからないんですけども、いろいろまだ出てくるみたいなんですが、私は私の方で今回、久しぶりに、何年ぶり ?6 年ぶりぐらいに、プロデュースをさせていただいて、開催することの運びになりました。で、タイトルも決まってはいるんですが、今ちょっと編集中で、まだ発表できる状況じゃないんですけども、まあ、それも兼ねて、面白いやつをどういう形で、集まってもらうというか、来場してもらうかをちょっと考えているところです。で、まあ、時間帯的にも昼と夜なんですが、昼間は、大人はそこまで怖くなく、子供たちをターゲットにしたお化け屋敷にして、夕方以降から、大人がリアルにちょっと大きい声出して喜んでもらえるようなお化け屋敷を一箇所何そういう、エリアを設けて作り込もうとしております。まあ実際のところ夜も遅くまではできないので多分9時とか8時ぐらいまでしか、できないと思うんですけども、まあそれでも、ドライブがただ寄ってもらって、絶叫していただこうと思っております。まあ、エリア的にも、場所的にもなかなかいい場所なので、まあ、ドライブかれながら、なかなか楽しんでもらえるかなと思っているところもあるんですが、やはりですね、リアルお化け屋敷になりますと、いろいろと、トラブルを、発さないといけないというか、解除しないといけない、危機管理能力さえもないといけない状況なので、かなり手の込んだお化け屋敷を作ろうと思っているんですが、前作った時には特殊効果とかいろいろ使ったりとかしたんですけども、今回はそこら辺を外して、身近に感じるお化け屋敷って表現おかしいんですけど、まあ、喜んでもらえるためには、ちょっとリアリティをちょっと追求しながらも、ストーリーに沿った、ミッション型をちょっと考えておりまして、それも踏まえながら、ゲームじゃなくて、まあ、クリアしていきながら、前に進んでいって、お化け屋敷を体験してもらうという形で、今準備しております。もちろん、CM とか、メディア配信も、結構力入れていくつもりなので、今回は、VR お化け屋敷も作ってはいるんですけども、それ以上に、なかなか、面白いものができればなと思って準備はしておりますが、まあ、実際のところ、お化けの人数だったりとか、スタッフの配置とか、まあ、図面上、ちょっと、いろいろと、そこら辺の管理も考えながらといけないので、そこら辺ちょっと今配慮しながら作り込んでるところでございます。これは結構他のイベントよりは発表が早くできそうなので、今月中にはある程度のベースが出来上がれば、すぐにも発表できるかと思っております。
まあ、まあ、なんて言えばいいんですかね。場所が結構、中南部の方のエリアの方々が足を運んでいただけるような感じには作ってありますので、なかなか、それがないと、で、行くのもちょっとあれかなって思われるかもしれませんけれども、他の施設も横にいろいろありますので、それを体験してもらいながらできればなと思ってますので、なかなか場所的なものをとしか言えないんですけども、そこら辺を、きれいに見せながらやっていこうと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。まあ、今回も前やったお化け屋敷みたいな感じにはなるんですけども、ちょっとミッション型っていうか、手に物を持ってもらって、それを、ゴールの方まで持っていくっていう形にはなるんですが、家族向けを考えておりまして、まあ、早い時間は小さいお子さんたちだけでも入れるような感じはするんですけど、夕方6時から8時、9時までの間にやる予定なんですが、まあ、その部分に関しては、リアルにちょっとお化けの数が増えたりとか、仕掛けをちょっとリアルに作り込んでいこうと思ってますので、面白くはできるって感じなのかな、見せることができればなと思っております。実際前やった時にも、前半はそんなにお客さん来られなくてですね、大変な目にあったんですけども、後半から1日まあ何でしょう、もう見れる入れる範囲の時間帯超えちゃうので、途中から奥様に帰ってもらうという苦痛の選択をしてしまったという経緯もあります。まあ、実際のところ1日3000人近く並んでしまった時があって、それはいくらなんでもちょっと、会場内に入りませんので処理させてもらって、申し訳なく帰ってもらったという経緯もあります。まあ、今回そこまでいかないと思うんですけども、やはりそれでもなかなか、キャパの問題がありますので、来られるような方に、来られた方に満足して、帰ってもらうための配置作りだったりとか、駐車場の完備とか結構今着々と進んでいます。昨日実際駐車場とかも見させていただいて、エリア的にも大きく取れそうなので行けるのかなと思いつつも、ただまあどのぐらい来られるかっていうのは、まあ、想定してはいるはいるんですけども、実際蓋開けてみないと分からないところもあるので、それに関しては何とも言えないところも多々ありますけども、やはり面白く作るためにどういうふうな、いいのかとリサーチ取ったりとかもしてますけども、お化け屋敷に関してはもう大きい声で叫んでもらう。ただ走ると危ないので、その辺のエリアの確保したりとかですね、なかなか前向きにやらなきゃいけない部分も今ちょっとたくさん課題が出てきてしまって、今その整理整頓をしているところですけども、今、なんて言うんですかね。前やった時には、夏休み期間中で前半やはり小学生の方々とか来られてまして、泣け叫びながらも、なんかリピーター客の方も結構多くて、また来場してもらったりというのもたくさんありましたね。まあ、今回もそういうができればなという目的で考えているんですけども、ただ会場近くに住宅地があるわけでもないので、結構アクセスに関しては、シャトルバス使ってもらったりとか、車で来られる方が多いんではないかなと思っておりますけども、それも踏まえた上でも、なかなか、ピクニック気分でお化け屋敷を体験してもらえればなと思っているところはあります。なかなかなんて言うんですか、私も久しぶりにそちらの方をちょっと行かせていただいたんですけども、やはりいい感じの雰囲気です。お化け屋敷とは関係なくていい場所なんですけども、それをこういうふうな形で使わせていただけること自体ありがたく思ってるんですけども、それを中をどういうふうに、配信していこうかなということも考えてはいるんですが、今回のテーマが、ファミリー層が、ちょっと話が詰まっちゃったんですけども、今回のテーマが先ほど言いましたけど、ファミリーというか家族だと絆みたいな形になってくるんですが、やはり先ほども言いましたが、早い時間はお子さんたちだけでも来られるような、形のお化け屋敷にさせていただいてて、後半から、徐々にお化け屋敷として怖くしていくのと、で、毎日来ても、シチュエーションが変わるような形で、後半だけですけども、
仕組み考えております。毎日同じ形でやっちゃうと面白みが欠けてくるので、だんだん、昨日来たより今日が怖いとか、そういう形で配置考えたりとか、SE の方、音声の方というか、効果音ですね。そちらの方もちょっと強めに入れたりとかしていくので、結構そこら辺も充実した感じでできるかと思っております。さあ、そういう考えながらですね、ありがたいことに今年は始まってからいろいろとお仕事の案件がいっぱい来まして、今準備しているところで、今、お化け屋敷も作りながらも、近々近いゴールデンウィークの謎解きのイベントというか、それの謎解きの問題ですね。ね、今作ってるところであります。これもですね、普通でしたら漫画のに沿っての謎解きとかが多いんですが、今回に関しては、ちょっとハードルを下げつつ、子供たちでもわかるような形で、沖縄の歴史関係をテーマにした、クイズを今30問ぐらい作れればなと思って準備はしております。まあ、簡単に言えば中城城主の、当主は誰だったでしょう。A なんとか、B なんとか、C なんとか。まあ、皆さんでしたら普通に五三丸さんとか出てくると思うんですけども、そういう感じで沖縄歴史をですね、身近に、感じてもらえるような形で、今、沖縄の、歴史上の人物の方々を問題にした、クイズを今制作中でございます。これもですね、同じ会場なんですけども、これはちょっとゴールデンウィークに先に、スタートさせていただいて、まあ、準備しているという形になってくるんですけども、これもですね、なかなか、ハードルが高くてですね、難しくすぎてもダメですし、かといって簡単すぎてもあれなので、と言いながらも、参加者、まあ、回答者というか、いい感じですのは、景品としてお菓子とかも準備はしております。そんな形で子供たちとかが来られて遊んでいただけるやつとか、あと宝探しゲームとかですね。そういうことも今同時進行で、制作中でございます。ただ今一番上と大きいのがお化け屋敷でして、で、やはり期待度が高いので、そこら辺をどういうふうな形で、作り込めればなと思っているところなのですが、まあ実際、前作った時に構想が1ヶ月かかって、図面を起こして、テレビ局で音声、ナレーションの編集とかさせていただいたんですけども、それかけても3ヶ月以上かかったっていうのがあるんですが、まあ、今回は夏休みなので、一応基本的にはあと半年はあるっていう予定はなんですけども、半年しかないので、通常イベント制作するときには、年間で考えると、1年前ぐらいから準備に入るんですが、今回は一応はまあ、珍しく半年お時間いただけたんですけども、ただまあ、完成度ができて、まあ、オーディションやって、で、まあ、舞台ではないんですけど、お芝居の稽古つけてやると、結局、アルバイトさんにも給料払いながらなんで、準備出来上がるって、完成度が近く出来上がるのが、6月ぐらいかなと思ってるんですから、それから会場設営入って、オープンなので、1ヶ月間はどうしても、設営の準備が入ってしまうんですが、まあまあ、それはそれで、なかなかリアリティーなやつを作らなきゃいけないので、そこら辺の準備がいろいろ大変なのかなと思っているところではございます。で、今回は普通の舞台ですか、照明器具とかもお借りさせていただいてますので、それで演出させながら、あともスピーカーで、ちょっと悲鳴音をちょっと流したりとか、先ほど言ったテーマ曲の編集であったりとかしてるので、そこら辺もうまくできればなと思っていますので、それを踏まえた上で今制作してます。今一番楽しい時期であり、一番苦しい時期ではあるんですけども、これができれば結構面白いやつができるので、ぜひとも皆様の、お耳に入ることができて、情報発信ができて、で、会場に足運んでいただければなと思います。で、まだ入場料とか金額設定とかもまだなんですけども、なかなかそこら辺の面白いところをうまく、作れればなと思っているところがありますので、ぜひとも皆様、お時間があれば足を運んでいただければ幸いと思っております。
さあ、言いましたも、そろそろお時間になってきましたので、この辺で何曲か投げて、隠させていただいて、私の番組は今週は、終えとします。で、また来週、皆さんのお耳に、いければなと思ってるでございますが、まあ、毎回申し訳ないんですけども、こんなグラグラで、カミカミの番組で発信させてもらってまして、誠に申し訳なく思っております。まあ、この時間、金曜日、深夜もなりましたけども、皆様、風邪などひかず、体調管理も、よろしくお願いします。でも、そろそろ、南部の方、今回南部の方らしいんですけども、桜祭り、名護の方とかも始まっていきますので、皆さん、お時間がありましたら、足を運んでみてはいかがでしょうか。私としてはイベンターさんなので、他のイベントの発信などもできればなと思ってますので、よろしくお願いいたします。では、もうこの時間になりますので、お曲を聴いていただければと思っておりますので、よろしくお願いします。